はい、さっきの話の続きなんですけど、ダーリングストリートの裏手は結構ゴミ収集所とかになってて、ゴミ収集車が集まる場所とかになってて、結構まあまあ宿泊施設としてはおすすめできないのが 1,2 個あるって感じです。表通りの方がいいかなっていう感じですね。お、いいね。でここが今エリザベス、なんとかバーハウスどうですね。キングスクロス駅から歩いて10分かそこらって感じです。はい、こちらですね。はい、なんかやってない感じしますね。てかまあこっちはもう高級住宅街ですね、この感じは。うん、で止まってる車とかもベンツとかマツダとかフォルクスワーゲンとかなんで、あ、全然貧困地帯じゃないっていうか、うん、オープンサンデー日曜日の10時から4時までしか開いてませんって書いてないんですよね。多分その地球の歩き方もうあれだったんですよ、これ書いてないし。なんか2019年20年版とかになってて、そこでも書いてないし、なんかその地球の歩き方の日本語ツアーみたいなのも全部潰れてて行かれてみたんですけど、多分あんまり結構適当に書かれてますね、旅の本とか、あのブログで行ってきました、実際行ってきましたみたいなのが、あのね、実際にだからどこどこ行ってきましたみたいなブログって4箇所あったら大体1箇所ぐらいしか行けないじゃないですか。それで1箇所行って他の3箇所はなんか行ったことある風に書いてあるんですよね。うん、そう、全然普通やんな。お腹にここ歩いたらそれはちょっと怖いかもしんないけどさ、別に普通やん。よいしょ、ということで、まあ以上でキングスクロス、今日はね、天気予報がもうそもそも降水確率 80% でっていうことだったんで、ちょっとお休みですね。キングスクロスに宿泊してるので、はい、ということで前からは若者2人が来たのでカツアゲされないように動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。また明日の分撮ります。